皆さんこんにちは、コセンドです。今日はちょっと久しぶりの座り動画で、しかも最近ちょっと更新が頻度が少なくなってしまいまして申し訳ありません。今日はですね、ちょっと日本語教育に関連するところで、ちょっとお話をしていこうと思うんですけど、今日の動画のタイトルというかメインテーマですね、日本語教師の皆さんが教えている日本語大丈夫ですかというテーマでお話していこうと思うんですけど、まあ、いきなりねこう煽るような内容で大変申し訳ないんですけど、話はすごくね柔らかい話になっていくんですけど、まあ皆さんがですね、日々日本教師の皆さん結構この動画をねご覧いただいていると思うんですけど、教えてる日本語果たして大丈夫なのかどうかというところなんですけど、何を言いたいのかっていうと、ちょっとまあ具体的な例を挙げてやっていこうと思うんですけど、まず1個目のちょっと話がですね、初めまして問題ね。先日、まあ、ちょっと前からも確か言われてたはずなんですけど、私が今所属している日本語学校の秋田田舎スクールという日本語学校の代表であるドミニクさんというね、ポーランド出身でオーストラリア、まあ主に英語とか英語圏の方なんですけど、そのドミニクさんにちょっと一言言われたことがありまして、はじめましてっていうね、日本語は、日本語をね、習い始めたら、必ずなんかこう勉強させられるけど、ドミニクさんは、その、はじめましてと使っている日本人を、なんか見たことがないように感じると。見たことがないように思うっていうふうに言われたんですね。あ、なるほどと。はじめまして。うん。まあ、はじめましてっていうふうにね、言われたら、まあ、どうですかね。まあ、使うかな、使わないかなっていうところで、まあ、別に使ってもいいんじゃないかなっていうふうに思うところ。私も別にはじめましてっていう言葉が教科書にあったら、まあ、はじめましてはこういう意味で、こういう時に使うんですよっていう説明をして、練習してもらったりすると思うんですけど、まあ、そういうふうにドミニクさんから言われて、その後、まあ、何か初めての人とね、会う時に、その都度こう、意識してみたというかね、なんて言ってるかなっていうふうに、ちょっと自分の日本語を意識してみた時に、あのね、私あんまりはじめまして使ってなかったですね。皆さんどうでしょうかね。私はなんか初めましてとかではなく、まあ、例えばそれがビジネスとかの場面とかであっても、どうもこんにちはとか、どうも挨拶、まあ、その後どうも初めましてっていう時もあるかもしれないですけど、結構なんか一番最初に言うのはどうもとかっていうね、ああいう言葉を使うなというふうに思っていたと。じゃあそのドミニクさんに言わせてみれば、そのいわゆる日本語を習ってる人に言わせてみれば、あ、なんでその例えばどうもとかっていうのを教えないんだろうとかね、もちろんそのなんか例えば統計を取ったりとか、そういうところの中で、まあ初めましてを使ってる人がね多いという統計が出てるかもしれないんですけど、なので教科書には載ってる、よく載ってるとかっていうふうに思うのもあると。まあ、例えばあと初めましてに関して言えば、使えるチャンスって考えた時に、まあこれはね、なんかそんな理屈で考えてもっていう感じなんですけど、例えば100人の人に会った時ね、100人の人に会った時に会うって考えたら、100回しか使えないんですよね、初めましてって。だってこの一人の人にね、初めて会った時に初めましてって言って、2回目会った時に初めましてって言っちゃったら、あれ覚えてないんかみたいな感じで失礼になってしまうことがありますから、そう考えると初めましてって確かに使える頻度も少ないし、まあ最悪、使う人ももちろんいると思いますよ。なんかどうもこんにちはとかね、初めて会うにあたっても、初めましてを別に回避しようと思ってしてるわけじゃないですけど、やってもいいわけなんですよね。そうなると、じゃあその、初めましてを教えることのメリットとか、実際自分が使ってるね、のかどうかとかって考えたときに、あれみたいな、教えた方がいいのかな、どうかなっていうことを考え始めてしまうと。他にも例えば、初めましてはね、まだ、使う人もいるっていう感じかなと思うんですけど、まあ、有名な教科書で載っている挨拶の言葉で、どうぞよろしくっていう言葉が、ね、フレーズがあるんですよね。はじめまして、なんか名前を紹介してね、コセンドですとかなんか言って、どうぞよろしく。どうぞよろしくって使うかな私ね、どうぞよろしくって、使ったことあるかもしれないけど、頻繁に使いますかって聞かれたら、多分使ってないかなと思うんですよね。皆さんはどうでしょうか。まあそんな形で、まあ、教科書にね、よく載ってる表現とかっていうのは、よくよく考えてみると、これもしかして自分は使ってないかもなとか、いう表現が結構ね、出てくるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。で、ここで私が言いたいのが、これは教えるべきだとか、これは教えるべきではないとかっていうふうに、なんか、あたかもこう正しい日本語とか、教えるべき日本語があるようなっていうことを決めたいとか、そういうことを言いたいのではなくて、教科書など、教材とか教科書をね、使って教えるっていう方が、日本教師の方はほとんどだと思うんですけど、
そのそこに載ってる日本語をそのまま何の疑いもなく教えているという状況とか現状に対する警鐘を鳴らしたいというか、そこどうなんだろうっていうことをですね、皆さんと一緒に考えていきたいというふうに思っているんですね。まあもう少し話をですね、具体例を挙げながらお話していきますと、例えば次の問題がですね、先ほど初めまして問題でしたけど、次の問題がじゃありません、まあ、じゃないです問題というふうに言おうと思うんですけど、もうこれでね、これだけ言ったら結構気づく方もいらっしゃるのかなというふうに思うんですけど、皆さん何々じゃありません、例えば私は日本人じゃありませんとか、日本人じゃないですとかっていうふうにいう表現がありますけど、これどちらを使うのかと、過去にもですね、じゃあありません、じゃないですっていうなんか動画を上げた記憶があるんですけど、どちら使えますかというふうに言われた時に、皆さんどうでしょうか。例えばどういうシチュエーションを考えたらいいかというと、あ、日本人ですか、ね、まあ、あんまりそんなこと聞かれることもないかもしれませんけど、日本人ですかとかね、こちらの方ですかとかって、あ、そうじゃないです、あ、そうじゃありませんとかね、日本人じゃないです、日本人じゃありません、どちらを使うかっていうところですよね。どうでしょうか、ね、私はですね、もしそのクラスじゃなければ、普段の日本語とかを話している生活、日本語を使って生活しているレベルだったら、私はですね、もう最近はもっぱらじゃないですの方を使うかなというふうに思うんですね。結構私も身近な日本人の人にね、何人か聞いてみたんですけど、どっち使うとかね、例えば塾生の高校生の世代とかにも聞いてみたら、いや、じゃありませんっては出てこないですねみたいな、聞いたりとか分かりはするけど自分ではそんな使わないかなっていう方が結構ほとんどだったんですね。まあそれでね、じゃあ教科書では基本的にはじゃありませんとか、あとではありません、という表現で最初、まあ簡単でね、まあ多分第2、3課ぐらいからそういう表現が入ってくる教科書がほとんどだと思うんですけど、初級の教科書だったら、じゃあなんでじゃありません、じゃないですで、まあ今最近の人は結構じゃないですっていう言い方を主に使うようになってるのに、教科書にはそのじゃありませんが載ってるのか、まあ、未だに載ってるのかっていうところにおいては、まあ単純に教科書がねアップデートが遅くなってて、まあ、ずっとじゃありませんになってるっていうこともあるんですけど、まあ例えば他のもうちょっと根本的な問題というか、なんでじゃありませんを未だに使ってるかっていう話においては、例えば丁寧さのレベルにおいて問題になることが少ないからとか、例えばそのじゃあないですとじゃあありませんだったら、まあじゃあありませんの方が、まあよりこう丁寧な西洋の表現というか、よりこう丁寧に感じられるような表現だということで、まあそっちの方がいいから載っているとか、あとまあこれ日本教育ね、ある程度やった方は分かると思うんですけど、まあじゃあありません、その後々のことを考えた時にじゃあありませんで導入して教えておいた方が、あの複雑さがちょっと軽減されるというかね、その近辺の教える内容の複雑にならないからなどの、理由がまあ挙げられると思うんですけど、果たして本当にそうかというところなんですよね。まずもう1点目としては、じゃあありませんとじゃないですを比べた時に、じゃないですでも十分丁寧じゃないかなというふうに思うんですよね。つまりその何々ですかと聞いた時に、あ、何々じゃないですというふうに言って、でそれがね、あ、丁寧じゃないなみたいな、失礼だなとかっていう風に感じるかって言ったら、特にそうは思わない、別にまあ普通かなという感じ、まあ、そもそもそのじゃあなんでこいつはじゃあありませんを使わないんだみたいな感じで怒るような人とはちょっとね、人間関係はちょっと構築気づきたくないとは思うので、まあじゃないですでも十分丁寧だよなっていうポイントですね。あとさらに、まあもちろんね、そのじゃないですで教えちゃうと、ちょっと説明がね、煩雑になるというか、複雑になってしまうからっていう理由があるんですけど、ただそれってもちろんね、その複雑さにじゃないですを導入することによって、ちょっと複雑になって、その変化によって大変だなと思う学生の方もいらっしゃいますね。いらっしゃいますけど、それと同じように別に大変じゃないよみたいな、それぐらい覚えられるし、あの頑張って練習するわっていう人も同じようにいるわけなんですよね。だから後者の人のことも、まあ、考えてあげた方がいいかなっていうふうに私は思うわけなんですね。さらにまあ現実問題として、私もこう初級のねクラスとかで、何々ですか、何々じゃありませんと返答しますよというふうに、教えた後に、その後学生の皆さんがね、あの頑張ってね、その何々ですかというね表現をね、実際のその日本語ネイティブの、日本語クラスの外で実際に使ってみようとして使ってみた時に、私はあの日本語学校にね働いてたんですけど、まあ、学生がその後ね、あの使ってる様子の、まあ、見たり見なかったりするチャンスっていうのは少なかったんですけど、こう
ここのちょっと今秋田田舎スクールという日本学校においてですね、結構そのクラス終わった後に学生の皆さんが日本語をね、地元の人に使ってる様子とかを見るチャンスが多くなった時があったんですよね。でそういう様子をねずっと見てたら、学生の皆さんがね、何々ですかとね、聞いて、その返答なんですけど、ほとんどね、何々じゃないですっていう、まあもし否定だったら、否定だったら何々じゃないですよっていうふうに返答が来るんですよね、やっぱり。実際にリアルな日本語としてはじゃないとかじゃないですで返されることが多いとね、いうふうに私は感じたんですよ。となれば、その例えば先ほど言った複雑さとか丁寧さが軽減とかっていうところを抜きにしても、明らかにじゃないですを教えた方が、まあ、もちろん場合によりますよ、いいかなっていうふうに思える環境、周りの状況だったっていうのがあったんですね。なので皆さんもね、もちろん地域とかね、いろんな状況によってそういうのはね変わってくるとは思うんですけど、とにかく私が置かれていた環境の中では、じゃないじゃないですを教えた方が明らかにこうリアルな日本語に近くて、利便性が高まるだろうというふうに判断できるポイントがあったということなんですね。まあそれにちょっと、まあ先ほど言った複雑さが変化するって話に、からちょっと派生した話、次のトピックなんですけど、次のトピックとしては、学生を舐めない方がいいという、ね、トピックなんですね。学生を舐めない方がいいと。まず先ほど言ったように、そのじゃありません、じゃないです、じゃないですを使ってしまうと、ちょっと説明が少し煩雑になってしまうね、ちょっと大変になってしまうという部分も、あるんですけど、ただこれちょっと何が難しいとか何が簡単だという話において、その何が難しくて何が簡単かを決めるのは誰かっていう話なんですね。まず答えとして出てくるのは教師ではないというところですよね。何が難しいのか、何が簡単なのか、簡単というかね、受け入れやすいのか、理解しやすいのかっていうふうに決めるのは教師ではない、ね、絶対教師ではない。 もちろん学生なんですね。学生が、あ、これはちょっと理解がちょっと大変だなとか、これは理解がしがたいな、するのが大変だな、でもこれは理解しやすいなっていうふうに、判断するのはもちろん学生なんですよね。だ教師が勝手に、まあ、先入観というかね、勝手に、いや、これは難しい、ね、これは煩雑になってしまうから難しい、ちょっと無理かもしれないとかって決めるのは、まあ、やっぱりこれは学生を舐めてるということになってしまう、まあ、言い方はねちょっと悪いですけど、いうことになってしまうので、これはやめた方がいいかなっていうふうに思うんですよね。なんかこれがね、これは難しいから、ちょっと後でとかって言ってしまった時に、もちろんこれはカリキュラムとか進度が決まっていて今教えるタイミングではないとか、今はちょっとね時間的にも次の項目に行かないと全体の進度が保てないからっていうね、もちろん理由でこれは難しいからちょっと後でやろうとかっていうことはあるんですけど、結構ねやっぱり学生のためではなく教師自分自身のために言っちゃってることないかな、ね、難しいから後でっていうのが自分自身のため、自分を守るために言ってるっていうことないかなっていうことをですね、考えていきたいというふうに思うんですね。だからおすすめというかやってみてほしいこととしては、まあ、先ほど言ったみたいにカリキュラムがあったりとか進度がある程度決まっている場合はちょっと難しいと思うんですけど、まあ、プライベートレッスンなどね、進度を自由にねできる場合、学生さんと相談しながらいろいろな自由な進度でできるという状況にある場合は、ぜひ一度、難しいかもしれないね、難しいかもしれないけどこれでやってみようっていうふうに一歩こう踏み込んでね、踏み込んだ授業っていうのをぜひやってみてほしいと。きっとねこう新しい世界が開けるはずですし、教師としてのレベルも上がるんじゃないかなっていうふうに思いますので、なので学生を舐めないと、学生を舐めないでまず一度はこうやっぱりね向こうもねやる気を持ってやってきてますから、これをねやってみてごらんというふうにね、難しいかもしれないけどどうだいっていうふうに投げかけてみるっていうのを大切にしていきたいなというところですね。さらにもう少し話を進んでいきますと、先ほどのその教えてる日本語大丈夫っていうところに話を少しまた戻していくんですけど、日本語においてトピックとして理解できる日本語と使える日本語というトピックで話していこうと思うんですけど、まあ、そもそも何が問題になってるのか、その教えてる日本語大丈夫みたいな話になってしまってる結構根本的な部分として、やっぱり日本語のその多様性というか、もちろんね他の言語にも多様性は、その言語内に多様性は、あります、どの言語にもですね。まあただ日本語ってね、絶対的にこう日本語っての見た場合でもやっぱりその日本語内における多様性っていうのはやっぱりね多いかなというふうに、多様性がね非常に異んでいるというかいう言語なのかなっていうふうに思うと。
例えば、日本語ネイティブもしくはネイティブレベル、の方だと漫画アニメ小説などの日本語っていうのは、十分理解できると思うんですね。で、漫画とかアニメとか小説にある日本語ってじゃあ実際のその生活のリアルな日本語とまるっきり同じかって言われたら、いやちょっとやっぱり同じとは言えないかなっていうふうに思うんですよね。つまりその例えば漫画のキャラクターの話し方にある日突然なってしまった場合、私はちょっとねあんまりその日本語で話したくないかなみたいな、もちろんねその漫画のキャラクターが好きでその口調を真似するとかっていうね、いう部分はねもちろん人によってはあると思うんですけど、私はちょっとね自分の話し方があるからちょっとそういう話し方になりたくないかなっていうふうに思うと。でもそのキャラクターの、ね、日本語自分は使わないんだけど漫画を読んだりとかアニメで見たりとかあと小説で読んだりとかした時にはきちんと意味が理解できる日本語として自分の中に持っているということがあるんですよね。なので、漫画とかアニメとか小説に出てくるようないわゆるその金水先生ですかね、日本語の学者の方ですけど、役割語っていうふうに言われていてちょっと幻想の日本語なわけなんですね。幻想の日本語なので、幻想の日本語っていうのが結構あって、でも理解できるわけなんですよ。で普段結構意識せずにこう幻想日本語も理解してて、実際自分が使う日本語もあってみたいな感じで、そこをね あんまりこうなんか日々ねこうはっきり分けて考えるっていうふうには多分してないかなと思うんですよね。通常日本語ネイティブとかネイティブレベルとして生きていた場合はですね。なので結構そこが一緒くたになってる状況になってると。でさらに言うとそのじゃあ教科書の日本語ってどういう日本語なのかっていうふうに考えた時に、つまり皆さん日本語教師私含めてが普段こうね何もしなければこう教科書があってそれを教えるっていう時に そういう日本語はどういう日本語かっていうと、私が思うにその幻想の日本語とリアルな日本語の中間に位置してるような日本語なのかなっていうふうに私は思うんですよね。なぜそう思うのかというと、結構私、結構日本語教師の皆さんはねこの経験あるんじゃないかなと思うんですけど、日本語を主に話す方とかとお会いした時に、お仕事何ですかというふうに聞かれた時に、日本語教師していますとかね、日本語教師ですとかっていうふうに自己紹介をすると結構ね、もちろんその何だろうな社交辞令的な部分もあると思うんですけど、結構かなりの高確率の返答内容、その相手の返答内容として、あ、日本語の先生なんですねみたいな、なんか私その普段正しい日本語綺麗な日本語話してないからなんかお話しするのなんかちょっと恥ずかしいっていうかね、なんか間違ってたらどうしようみたいなことをね、あはみたいな感じで笑い話としてね出てくるわけなんですけど、結構こういう答えが返ってくるんですよね。つまりほとんど日本人とかそういう日本語を話す人たちが教科書に載るような綺麗なみたいな正しいみたいな間違いのない日本語みたいのっていうのを話している自覚っていうのは基本的にないんだとね。つまりそういう教科書にねキラーと載っているような日本語を常に私は使っているわけじゃありませんよっていう意識があるんだなと。もしねその例に出て今例に出てきたようなね返答をした方々ももし普段から教科書に載っているような日本語をもし話していれば、そういうこともないんじゃないかなと、普段からこうなんか綺麗なね綺麗なっていうか教科書に載っているような日本語っていうイメージで話しているんだったらそんなことは返事しなかったと思うんですよね。しかしそのように教科書に載っているような日本語っていうのを実際話していなくてもそういう方々っていうのはきちんと日本語で、日々コミュニケーションを成立させてるはずなんですよね。そうなるといわゆる教科書に載ってる日本語っていうのは今の先ほど、返答率がねそういう人がどれぐらいいるのかっていうのは統計取ったことありませんから分かりませんけど、結構な人が割と使ってない日本語使ってなくて、そういう日本語だったら綺麗かなっていうふうに思えるかもしれないんですけど、実際のリアルな実生活の中ではあんまりこう使ってないかなっていう、日本語になってしまっていることが多いのではないかということが伺えると、決まったわけじゃないですよ。そうかもしれないなっていうちょっとねハテナというか疑問符が出てくるわけなんですよね。そう見るとその教科書の日本語っていうのをそのままこうね教えていくっていうのはもしかしたらその学習者と学生の皆さんの使う日本語を使うっていう利便性とかから考えたらもしかしたらそこ便利なことにね利便性に直結しない日本語かもしれない。実生活でね使ってる人がほとんどいなかった場合ですね。
なので教科書の日本語をそのままね、こうなんか何の疑いもなく教室で教えていくね、そのままぐーってね、こういう意味だよこういう意味だよってね、もちろん日本語ネイティブとかのレベルだったらその日本語っていうのはきちんと理解できますから、ガーッと教えていくっていうのはもしかしたらちょっと危ないかもしれないっていう話なんですね。さらにですね、その教科書に載っている日本語を教えるっていうのはやっぱりその、私自身に対しても言いたいところなんですけど、やっぱりこう綺麗なものね、綺麗なものというか、まあね、正当な感じのものを教えているようで、やっぱり教えている側にはですね満足感がありますよね。そのなんか汚いぐちゃぐちゃの、ぐちゃぐちゃって言ったらあれなんですけどね、現実味があるようなものを教えるよりかは額に入れて飾れたようなきちっとしたものを教えてるっていう方がある程度やっぱり満足感はね、生まれるのかなと。そこにこう私もね、なんかなんか浸ってしまってるというかね、そのなんかみたいな、いい日本語だねみたいな感じで教えちゃってる可能性もあるのかなと。だから今一度ね、そこはよく考えてみたいと。なので自分がどんな日本語を教えているのかっていうのを客観的に意識することが重要となってくるんではないかと。なのでこれは最初の話に戻るんですけど、教科書とかね載ってる日本語をそのまま何の疑いもなく教えてしまってるっていうではなくて、この日本語ってね実際私使ってるかなとか、実生活はどうかなとか、そういうことをねやっぱり一度考えてから教えるか教えないかっていうだけで、だいぶこうね日本語教育っていうのは様々変わってくるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあそこでまあ最終的にその私が思う究極どうすればいいのかっていうポイント、最後そのお話をしようと思うんですけど、どうすればいいのかね。まあ主にですね、まあこの動画をご覧いただいている方は日本語ネイティブであったりとか、日本語がネイティブレベルの方で、日本語教師を目指している方、日本語教師の方が多いと思うんですけど、そういう日本語ネイティブもしくはネイティブレベルの、日本語教師であるならば、自分の日本語に自信を持って、その自分の日本語を根拠に判断していくっていうのが最善なんじゃないかなっていうふうに思うんですね。まあ、もちろん先ほど言ったみたいにカリキュラムがあるとかね、学校でちょっと内容は決められてるとかっていうふうに言う方がほとんどだと思います。ただやっぱりこれからですね、それこそ結構オンラインでね、フリーでやってる日本語の方とかね、そういった方もどんどん増えていってると思うんですよ。なのでまあちょっと日本教育も少し変わっていくかなと。そこでやっぱ個々がですね、そのような感じできちっとこうなんか皆さんの持ってる素敵な日本語力っていうのを生かした日本語教育を実践していくためには、まあ日本語の教科書にね、ある程度まああれがねやっぱり柱になってね、自分の軸になりますから、それに従っていくっていうのはいいことだと思うんですけど、一度疑問に思ってみるね、果たしてこれはね、私日本語こんな日本語使ってるかなみたいな感じで一度疑問に思って、教えるっていうのが、いいんじゃないかなというふうに思うんですね。ただそこで不安になってほしくないのが、私の日本語なんか、日本語の判断なんかで教えちゃっていいのかなと、内容判断しちゃっていいのかな、大丈夫だと思います。なぜなら、その、先ほど言ったみたいに日本語ネイティブとかもしくはネイティブレベルの方であれば、皆さんのそのご自身の日本語を使って日々生活をねしていらっしゃいますよね。ご家族と話したりとか、日本人の友達と話したりとか、そういうコミュニケーションができているとか、人間関係が成立できている時点で皆さんの日本語はそれが正しい日本語になっていると思いますので、しっかり自分の判断で、考えていく、教える日本語を考えていくっていうのは、これからの日本語教育ね、どんどん盛り上げるためには非常に重要になってくるかなというふうに思いますので、ぜひ皆さん一度考えてみてください。ちょっと私なんでこんな話を今してるかっていうね、最後に話すんですけど、まあなんかちょっと今新しい日本語コンテンツの、ちょっと作成中で、それもろもろ含めてちょっとなんかみたいな感じ、一つのことしかできないという単細胞生物なので私は、それでちょっと動画の更新も遅れてしまったんですけど、その日本語コンテンツを考えている最中にこういったね話がちょっと出てきて、ああなるほどなという、ところだったので、ぜひ皆さんにもその考えを共有したいという思いで今日この動画を撮りました。ぜひ皆さんの、日本語教育をより良くするためのこう考えるきっかけとなれば幸いです幸いですね、ぜひ皆さん、そういった観点からも考えてみてください。
コスメ式日本教室ではメンバーシップ制度を導入しております。月額190円で、本編ではお話ししてない裏話を、皆さんに公開しております。本日はですね、真の平等とは何かというテーマでお話ししていこうと思います。ご興味ある方いらっしゃいましたらメンバー登録してください。ご検討よろしくお願いします。それでは、本編はここまでです。また次の動画でお会いしましょう。皆さん、最後まで動画をご覧いただきありがとうございます。この動画いいと思ったら高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。また明日の授業で会いましょう。